信仰のグーイは、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1670年から1672年頃に描いた絵画。1931年以来、ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵している。1666年から1667年頃に描かれた絵画のグーとも呼ばれる絵画芸術とともに、フェルメールが描いた現存する2点のグー画のうちの、 一つである。当時の絵画ジャンルの優劣を表す、ジャンルのヒエラルキー、ヒエラルキー・オブ・ジョンダスでは、歴史画に分類される作品で、室内に一内し二人の人物が配された、フェルメールの典型とも言える、構成の作品である。信仰の偶意と、絵画芸術は使用されている、投資図法がほとんど同じであり、画面左には、 下部がまとめられた多色使いのタペストリが配されているなど、よく似た構成の作品となっている。さらに、絵画芸術には、ルネサンス期の美術学者、チェーザレギーパに由来する文芸の女神、クリオの偶意も描かれている。また、フェルメールの恋文にも、信仰の偶意とよく似た、金飾りがあしらわれたはめ板が描かれている。信仰の偶意と絵画芸術には、 他のフェルメールの絵画とは、作風と目的に、明確な相違が見られる。どちらも複雑な偶意に満ちた作品と言えるが、信仰の偶意では、普段フェルメールが重視していた、自然主義的描写ではなく、別の手法で作品を描き上げるために、様式的描写が選ばれているとされている。絵画芸術は、人物もポーズも、自然主義的な素朴な表現で描かれているが、 信仰のグーの人物像はバロック的な劇的表現で描かれている。金の縁取りがなされた鮮やかな白と青のサテンドレスを身にまとう女性が描かれている。女性は白と黒の大理石が敷き詰められた床に置かれた壇上に座り、右足は地球儀に、右手は胸元に置かれている。女性の視線は上を向き、天井から青いリボンで吊り下げられた。 ガラス玉をうっとりと見つめている。左腕は、杯大きな書物、木製のキリスト卓形像が置かれたテーブルの端にかけられている。卓形像の背後には、金飾りが施された革製のパネルがある。書物の下には、司祭が着用するストラのような細長い布が見える。テーブルの足元には、茨の冠がある。これらはすべて、 床に円が垂れかかった緑と木のラグに覆われた壇上に置かれている。女性の左足元の床にはリンゴが転がり、画面左手前には石に押しつぶされた蛇が描かれている。女性の背後の薄暗い壁にはキリスト卓球を描いた大きな絵画がかけられている。画面最初部の観覧車に最も近い位置には株が寄せられた多色使いのタペストリが描かれている。 青い布が置かれた椅子が、このタペストリの背後、押しつぶされた蛇の左横に見える。絵画芸術美術史美術館フェルメールが絵画に表現した空意は、イタリア人美術学者、ジェーザレ・リーパが表した空意画集で、1644年に D.P. ペルスがオランダ語に翻訳したイコノロジアに多くを追っている。フェルメールはこのイコノロジアから様々な記述と図像を採用している。 他、他の書物や伝統的な偶意表現を作品に取り入れた。イコノロジアには信仰を意味する偶意人物像が4点記されており、そのうち2点がこの信仰の偶意に表現されている。例えば女性の衣服の配色、手の仕草、リンゴ、押しつぶされた蛇などである。リーパはその著書で美徳の中でも信仰が最も重要であるとしている。 イコノロジアでは、信仰を象徴するのは、女性像で、身にまとう衣装は、輝きと純潔を示す白と、天国を意味する青である。胸元には、手が添えられており、これは、信仰が心にあることを象徴している。キリストは、キリスト教義で悪魔を意味する蛇を押しつぶす石として、表現され、リンゴは、旧約聖書中で、イブがアダムに与えた、禁断の果実から、 その救いのために、救世主の犠牲が必要とされた現在を意味する。リーパは、信仰を足元に世界を従えるものと記述しており、フェルメールは、信仰のグーイでこの記述通りに、女性の右脚下に地球儀を配している。この地球儀には独特の楕円形の衣装を連ヌ美術館、信仰のグーイに描かれている区イは、カトリック教義のものだけで湧く。 イエズス会イ競技からの影響を強く受けているという説がある。イコノロジアで研究されている旧約聖書のエピソードでキリスト卓刑の予兆とも言われる遺作の犠牲からフェルメールは遺作が神に捧げた羊をキリストそのものに置き換えた形で表現しており、これはイエズス会では非常に重要な競技である。また背景に描かれたキリスト卓刑像はフランドルの画家、 ヤーコブ・ヨルダーンスが1620年頃に描いたキリスト卓形を元にしている。フェルメールはこのキリスト卓形の模写を所蔵していたのである。フェルメールが死去した時の遺産目録に十字架にかかるキリストを描いた大きな絵画という記述が残されている。その他、フェルメールの遺産目録に記されている遺品で信仰の偶意に描かれていると考えられているものに、 台所に飾られていた金細工が施された革の壁掛けと黒炭の卓形像がある。女性が見つめるガラスの球体もイエズス会からの影響だとされている。バロック美術を専門とする美術師やエディ・ディ・ヨングは、フェルメールはイエズス会派のウィリエム・ヘシウスが1636年に出版したグーイ画集エンブロマタ・サクラデ・ファイド・スプ・チャリタテから。 このガラスの球体を持ち込んだとしている。このグイガ州には魂を象徴する羽を持った少年が十字架と太陽を反射してきらめく球体を掲げている図像が掲載されている。この図像に添えられた詩文には世界を映し出す球体は神を信じる心と同一であると書かれている。セレナ・カントはこの球体を人間の心の無限性の象徴であるとしている。カントは 女性が身につけている真珠の首飾りは、おそらくは、諸女性の古来からの象徴だとする。また、女性が身に浴びている光はこの女性が持つ内面の美しいきらめきを表現していると考えられている。さらに、美術史家、ワルター・リトケは、この女性が特定の誰かを描いているのではなく、純粋な象徴であることを見るものに強く印象づける、効果を、この光がもたらしているとしている。 多くの美術史やが信仰の偶意をフェルメールとしてはあまり出来の良くない作品であるとしている。カントは成功かつ不安定で説得力に欠ける。女性像も不自然で衣装は聖地に描かれているが精神世界の象徴としてはあまりに世俗的であり、精神的歓喜を表現するには堅苦しすぎる。 無理にこじつけられた造形がこの女性の印象を不自然な存在に貶めているとしている。ウィーロックは写実性を追求するフェルメールの姿勢が逆にこの作品の偶意性を歪めている。信仰の偶意に描かれた甲骨とした女性のポーズ、押しつぶされた蛇といったモチーフの象徴性はこのオランダ絵画特有の画面構成とは調和していないとしている。このウィーロックの指摘に対して ワルター・リトケは、フェルメールが写実性を求めているのは主に地球儀と、ガラスの球体だけだと反論した。さらにリトケは、フェルメールと、同時代のオランダ人画家であるアドリアン・ハンネマンの、平和の偶意などの抽象絵画と比較すると明らかに、優れているとし、カレル・デュジャルダンの、字と戦亡を超越する普及の芸術の偶意、ハブリエル・メツーの、正義の勝利、アドリアン・ファンデ、フェルデの、 受胎告知、さらには、ヘラルト・ファン・ホント・ホルスト、キャリア初期のヘラルトでライレーセラの気取った技とらしい作品に比べると、フェルメールの作品ははるかに抑制されたものであると主張している。ウィーロックは、フェルメールが、信仰の偶意に盛り込んだ偶意や象徴は、依頼主からの詳細な指示があったわけではなく、フェルメール自らが選んだものだと推測している。 依頼主は伝わっていないが、おそらくは、デリフト在住のカトリック教徒、あるいは、イエズス会教徒ではないかと考えられている。メトロポリタン美術館のウェブサイトでは、描かれている、象徴物は、フェルメールと依頼主とが相談して決めたもので、カトリック教徒からの個人的な依頼で描かれたのでは、ないかとなっている。信仰のグーは、フェルメールの最大のパトロンであるピーテル・クラースゾーン。 ファンライフェンが所有していたフェルメールの絵画にはおそらく含まれていなかった作品である。ファンライフェンから絵画を受け継いだ女性のヤコブ・ディッシュースの死後1696年に開催されたオークションに出品された21点のフェルメールの作品にも信仰の具位は存在していなかった。記録に残る最初の所有者は郵便局長で、 プロテスタント信者のヘルマン・ストッフェルス・ファン・スールである。スールは美術品収集に精通した人物で、1656年の結婚式で新郎会添え人で有名なコレクターでもあったヘリ・ットレインストからの祝いとして、信仰のグーが贈られた。スールが死去した1年後の1699年に、信仰のグーは他のコレクションと共にアムステルダムでオークションにかけられた。 このオークションの目録には、深い意味が込められた座る、女性像、新約聖書を題材としている、力強く、生き生きとした作品という説明がなされている。その後の所有者は不明だが、1718年に、アムステルダムで再度オークションに出品されている。さらに1735年に、巧妙かつ精緻な絵画として、1749年には、エグロンファン、 フェルメールと同じくらい素晴らしい絵画として、それぞれオークションにかけられている。これらのオークションでの進行の具いにつけられた値段で、フェルメールの作品に対する評価の移り変わりが判断できる。1699年の400フローリン、1718年の500フローリン、1735年の53フローリン、1749年の70フローリンが、 それぞれのオークションにおける落札価格だった。19世紀初頭にはおそらくオーストリアに所蔵されていた。これは19世紀のオーストリア人画家フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミュラーが1824年に描いた肖像画の背景に信仰のグーイが描かれているためである。地図制作者とその妻を描いたこの肖像画にはオーストリア最西部のフォアール・アール・ベルクとチロルを 中心とした地図も描かれており、信仰と偶意がこれらの地域に所蔵されていたと考えられている。1900年の終わり頃には、フェルメールではなくエグロンファン、デルメールと誤った童貞をされて、モスクワのコレクターが所蔵していた。1899年に、画商、ベヒトラーがベルリンで売りに出し、同年にオランダ人美術師屋であり、 収集家のアブラハム・ブレディウスが700ドイツマルクで購入している。当時のオランダの新聞はエグロン・ファン・デルネールの新約聖書とされていた絵画はフェルメールの新たな新作だった。ブレディウス博士の優れた監視機関がバーゲン価格でフェルメールを買い取ったとブレディウスの功績を称賛している。その後ブレディウスは信仰の具有を マウリッツ・ハイソ美術館に24年間対応し、さらに1923年からロッテルダムのボイマンス・バンベイ人間美術館に対応した。ブレディウス自身は信仰のグルを気に入ってはおらず、1907年にはこの作品を大きな不愉快な気分にさせるフェルメールと称している。そして1928年に画唱クラインベルガーを通じて、 ニューヨークのマイケル・フリードサムに信仰のグーイを売却した。さらにフリードサムの遺言に従って1931年にメトロポリタン美術館に移蔵され、以来信仰のグーイはメトロポリタン美術館が所蔵している。ありがとうございます。